連邦軍がソロモン攻略作戦の先端を開いた頃、ソロモンから離れたコレヒドール暗礁中域にてジオンの最新鋭機高機動型ゲル族の完熟訓練が開始されていた。これを行うのは結成したばかりの通称エース部隊キマイラである。その第一中隊長であるジョニー・ライデン少佐ももちろんこれに参加していた。この部隊とモビルスーツこそがまさに王国軍の切り札となるものであった。ジョニー・ライデン、行ってくるぜ。まずは機動性能と射撃性能のテストです。制限時間内に衛星ミサイルとマーキングされた隕石を破壊してください。了解だ。隕石は全て破壊することを忘れないでください。しませんよ少佐。数は多いがどう見てもそっちが分が悪いな。新型のゲルググに深紅の稲妻だからな。おい、三年生のものなのか。なっちゃいないな。それじゃあ遅い遅い。お疲れ様です。いかがですかゲルググは。いい機体だ、文句なし。それは良かった。それにしてはあまり浮かないようですね。俺だって一気で戦況を変えられると思っているほどうぬぼれじゃいない。それはどうだかな。ああ、そりゃうぬぼれすぎってやつだな。
どこまでやれるかわからんが、俺は俺の誇りのために戦うさ。